シザニジンは、筋弛緩薬として用いられる、医薬品の一つである。中枢、アルファにアドレナリン作動薬に分類される。多発性硬化症、ALS、軽直型両麻痺、肺部痛、脊椎や中枢神経系の障害を原因とする、痙攣、小村帰り、筋肉のこわばりの治療に使用される。繊維筋痛症の症状緩和にも用いられる。適応外使用として、 片頭痛、不眠症、転換の治療にも使用される。商品名テルネリン。テルネリン上チザニジンは、バクルフェンやジアゼパムよりも、忍ぶ広姿勢の高い後継連薬として2008年に報告された。チザニジンの作用は強力で、2mg の容量で低血圧を生じ得るので、起立性低血圧の起用を有する患者には、注意が必要である。重大な副作用は、 ショック、急激な血圧低下、心不全、呼吸障害、肝炎、肝機能障害、横断である。他に、めまい、眠気、脱力感、神経過敏、幻覚、抑うつ、硬活、便秘、下痢、胃痛、胸焼け、筋肉の痙攣、腰痛、発疹、発汗、腕、足、手、足のピリピリ感が副作用として発生する。 チザニジンは時に肝細胞型の肝障害を誘発する。臨床試験ではチザニジンを服用した患者の最大5%に肝機能検査値以上が見られたが服用を中止すると症状は消失した。チザニジンの初回投与時から6ヶ月間は定期的に肝機能を検査する必要がある。チザニジンは中程度以上のサイプ 1A に阻害薬とは併用できない。フルボキサミン。 または、シプロフロキサシンを使用中の患者で、血中濃度の AUC が、それぞれ33倍、10倍に上昇する。モキシフロキサシン、レボフロキサシン、シプロフロキサシン等のフルオロキノの論系合成抗菌剤は、チザニジンとの併用で、血中濃度が上昇するので避けるべきである。さらに、チザニジンは、中枢抑制薬と、相互作用する。 飲酒で胃部不快感や胸焼けを誘発する。シザニ人の分布溶石は2.6リットルである。ありがとうございます。